チェコのドラに、村の境界近くのゾウの気分ンハノーリムインシグニズ、アスリートディビーフロリアにエニグゼスティアルビクタ表示された、ローマ数字と、数、M イコール1000、D イコール500、C イコール100、L イコール50、X イコール10、V イコール5、I イコール1合系、1729年、クロノグラムとは、特定の月日を文字に割り当て表示する方法である。 ギリシャ語のクロノスとグラマから来ている。各単語に数字が含まれる形のものはピュアクロノグラム。すべての数字が正しい数字順で表されている形のものはナチュラルクロノグラムと呼ばれる。因律によるもので二行連のものはクロノディスティカ、ヘクサメドロスはクロノスティカと呼ばれる。ローマ数字で使用されるとローマ数字以外の W が使用され、それらを強調し、 合計で表す。ローマ数字が含まれるのに、目的の年を表すために一部の文字を無視しなければならない分は、アンサーオーバーと言われる。ありがとうございます。